波動が低い人から離れたくても離れられない場合は、ぜひね、この方法をお試しくださいませね。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。以前投稿させていただきましたこちらの動画、友達のふりをして人を傷つける人、フレネミーではですね、自分の周りにもそういった人がいますといったコメントを多くいただきましたけれども、家族や兄弟にそんな人がいますといったようなコメントも多くお見受けいたしました。また過去に投稿させていただいた信用できない人の特徴や、やる気や運気を奪う人の動画、あるいはコミュニティ投稿でのコメント欄にも同じように、距離を取りたい、離れたくても離れられないといったね、そういったコメント多く寄せられておりました。一般的に自分にダメージを与えてくるような人はね、波動の低い人ということになるんですけれども、そういった方から離れられない場合の対処法というものがございます。この対象を知っておかれることで、自分自身の波動が下がるのをね、防ぐことができますよ。そこで今回は、波動が低い人に影響されない生き方についてお話しさせていただきたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また感じたことなどね、コメント欄にぜひね、アウトプットなさってみてくださいませね。公式 LINE へのメッセージをお待ち申し上げておりますよ。それでは行ってみましょう。私たち人間をはじめとする生きとし生けるものや物体そのものからは目には見えませんけれどもね、波動やオーラと呼ばれるエネルギーが放たれております。それぞれ個々にね、その持つそういった波動は互いに影響し合っている存在でございます。私たちは日々の生活の中で様々なものから放たれている波動から何かしらの影響を受けているし、周りの環境や相手の人にも自分が放っている波動の影響を与えているということになります。私たちの人間関係には様々な関係がございますけれども、その関係性が濃いものであればあるほど、互いの放つね、その波動の影響をもう計り知れないくらい大きなものになります。ポジティブな関係性であれば問題ないんですけれども、ネガティブな関係性の中に身を置くときは、自分の気持ちをしっかり持たれて、自分の気持ちがぐらつかないように意識的にならなければ、悪い影響をもろに食らう可能性もあるので、これ要注意と言えます。なぜこうしたね、テンションの浮き沈みが起こるのかと言いましたら、スピリチュアル的にはお互いの波動が関係していると言えるんです。まず波動の低い人はエネルギーが低いことが多いので、そんな人と一緒にいるだけでね、自分のエネルギーがその人に吸い取られていってしまいます。また以前こちらの動画でもご紹介したエナジーヴァンパイアと呼ばれるタイプの人もいらっしゃいます。できれば関わり合いたくないエナジーヴァンパイアと呼ばれるタイプの人も世の中にはこれ存在しておりますし、エナジーヴァンパイアまでいかなかったとしても波動の低い人がいらっしゃいますからね。そういう人に自分の心を解放して無防備で向き合ってしまいますと、あなたのエネルギーが削がれていってしまいます。波動の低い人、モチベーションが下がったままの人と長く関わればね、それだけ影響を強く受けて、自分のエネルギーが奪われ続けてしまえば、体調不良を引き起こしてしまう可能性もございますよ。まさに病は気からでございます。人間関係というのは基本的に一方通行の関係性ではありませんよね。奴隷と支配者というね、そういった特殊な関係性以外は、良いことも悪いこともお互い様の関係に成り立っております。そういう意味では、波動の低い人と一緒にいることで、いつの間にか自分の意識や波動が同調してしまって、気がつけば自分自身も低いレベルの波動になってしまっているなんてことがございます。まあいずれにいたしましても、自分というブレない軸を意識的に持ちながら、人との関係性を築いていくようにしなければね、危険な関係になり得る人もこの世には存在しているということを肝に銘じておきたいですよね。でいて、波動が低い人に対してはできるだけ距離を取ってね、会わないようにするですとかね、なるべく離れるといった対処法が分かりやすいんですけれども、これが家族や夫婦だったりとかね、同じ職場の人であったり、職業柄であったりとね、その付き合っていかざるを得ないケースもあるかと思います。そこでここからは、そんな波動の低い人に影響されないための、波動の低い人との上手な付き合い方や対処法について解説してまいりたいと思います。波動が低い人から離れたくても離れられない場合は、ぜひねこの方法をお試しくださいませね。波動の低い人との上手な付き合い方5選、1つ目は、自分は自分、相手は相手、気にしない。この感覚ってね、とても大事な意識だと思います。互いがあってね、お互い様という基本的な考え方は、これ間違いなく大切なことではありますけれども、自分の人生を誰か肩代わりしてくれるわけではありませんし、自分自身もね、誰かの人生を変わってあげることはできませんよね。お互いに支え合うという意識はとても大切なことなんですけれども、この基本的な捉え方がずれてしまいますと、優しさからなのか、甘えからなのか、お互いに依存し合う関係になってしまうことがございます。
依存することも時には必要なことではあるんですけれども、同調意識はより濃いものとなって、どんどん波長の低い周波数に合わせ合っていって、お互いに救いようのないレベルまで沼ってしまう可能性もあります。どんな人間関係でも依存の関係ではいけませんよね。あくまで自分は自分であり、相手は相手という線引きをしておくことは、これお互いのためにもなります。波動の低い人からの依存や支配に対しましてね、意図して受け止めないという強い意志を持つことが、波動の低い人との上手な付き合い方となりますし、意図することで実際に影響を受けにくくなります。波動の低い人が口にする言葉や行動に対して嫌な気持ちになることがあると思います。この嫌な気持ちを感じた時にね、ネガティブな波動をあなた自身が発信することになってしまいます。そして低い波動や波長に共振同調してしまうことで、影響を受け合うことになるというわけなんでございます。そこで大切なポイントとなりますのが、ズバリ、自分は自分、相手は相手、気にしないということ。で、自分軸をね、意識的に大切にするということなんですよね。全ての鍵は相手にあるのではなくて、自分の意識の持ちようにあるということを肝に銘じられて、自分自身のモチベーションは自分で責任を持って高めてまいりましょうね。波動の低い人との上手な付き合い方5選、2つ目は自分の波動を上げること。あなたが感じられる波動が低い人の言動が気になってしょうがないという時はね、そこに意識を向けさせられている可能性がございます。そのように感じられたら、自分自身の波動ももしかして似たようなところにあるのかもしれないとね、謙虚に受け止めていけたらよろしいかもしれませんよね。仮に小学生くらいの子供がダダをこねていたり、自分に憎まれ口を言ってきたとしても、ほとんどダメージは食らえませんよね。それは所詮子供の目線からの物言いですので、何を思ってその言葉を口にしているのかも分かったりもいたしますし、どうしてほしいのかも分かるからだと思います。よほどのことがない限りね、小さい子供の波動に大人は飲まれることはないと思います。それは大人と子供で見ている世界が大きく違うから、住む世界が違うから、魂レベルが違うからだと思います。また大人社会の中でね、低い波動の人が気になってみたりとか、同調しそうになってしまうのは、自分自身の波動も同じような周波数のレベルにあるんだとね、これまた謙虚に受け止められて、自分の波動を上げる努力をしなければいけないといったね、そういった課題を持っているということだろうと思います。自分の波動を高められて、波動の低い人の存在が気にならない自分へと成長させていきましょうね。波動の低い人との上手な付き合い方5選、3つ目は低い波動を感じる感性を養う。低い波動の影響を受けないように対処するといったところで、そもそもね、相手の波動が高いのか低いのかさえわからないという方もいらっしゃることだろうと思います。その人から放たれている波動がよくわからないという方は、その人と会話をした後や一緒に何かを行った後でね、なんだか体が重くなってやけに疲労を感じてみたりとか、頭痛がしたり肩が凝ったりとかする、それ気分が悪くなるなどのね、体調不良を感じたら、もしかして一緒にいたその人の波動が低い可能性がございます。低い波動の人から影響を受けたことが原因で心身に不調をきたすことがありますので、一つのサインとしてね、ぜひね、覚えておきましょうね。理想の対策はですね、相手が放出しているその低い波動を感じる感性を養うことで、波動を受け取るのか気にせず流しておくのかを判別する自分になることが大切でございます。判別の仕方ですぐにでも試せるとてもシンプルな方法がございます。それはリラックスでございます。身も心もリラックスしている状態で、相手の人柄のね、温かさや大きさ、一緒にいる時の心地よさ、気持ちよさ、あるいは清々しさなどをね、そういったものを感じる場合、その人から放たれている周波数はとても高いものと言えますよ。波動の低い人との上手な付き合い方5選、4つ目は、人生という舞台の主役は自分自身です。ドラマや映画などには様々な登場人物が存在いたします。いやね、一人舞台というね、内容のものもありますけれども、一般的な物語にはいろんなタイプのキャラクターが登場しますよね。正義感にあふれるヒーローもいます。ということは、そのヒーローを引き立てる悪役の存在も必須でございます。さあ、あなたの人生はあなたの一生を通じて展開される筋書きのない超長編物語でございます。その物語の主役は紛れもなくあなたご自身でございます。そんなあなたの目の前にとんでもなく波動の低い人が登場いたします。その人の役柄は一体何でしょうかね。あなたの人生の中でその人はどんな役柄のキャラクターを与えられて、主人公であるあなたを引き立てるようなね、役柄を演じているんでしょうか。
見るものを感動させるのは絶体絶命の逆境に陥ったところから心折れることなく這い上がって大逆転劇を演じる光景だったりもいたします。主人公にとって脅威と感じるような嫌な相手というのは本当はその嫌な人が存在したからこそ大切なことに気づけたということもあるもんでございます。もしかしたらあなたの前にいる波動の低い人はあなたの成長に欠かせない大切な役割を担ってくださっている登場人物なのかもしれませんよ。そのように捉え方を少し変えてね、その嫌な人物を観察してみますと今までと違った見え方ができるかと思います。あくまで自分の人生の主役は自分自身ということをね、ぜひね覚えておいてくださいませね。波動の低い人との上手な付き合い方5選5つ目は相手の波動を受け取らない。これはね、一つ目にご紹介させていただきました自分は自分、相手は相手、気にしないということとね同じようなことなんですけれども、実はとっても分かりやすくてとっても参考になるお話がありますので、ぜひね皆様にシェアしたいと思います。それでは最後にご紹介させていただきますお話は、悟りを開かれましたお釈迦様だったら嫌な人への処し方はどうなさいますかということで、お釈迦様の有名な逸話に面白いお話がございます。あるところにお釈迦様が多くの人たちが尊敬されているその姿を見て、どうしてあんな男がみんなに尊敬されているんだ、本当に腹立たしいと言ってね、個人的な嫉妬心を抱いて妬んでいる男が一人おりました。そこでその男はお釈迦様がいつも散歩なさっている道中で待ち伏せをして、多くのお釈迦様のお弟子様や群衆の目の前で罵声をお釈迦様に浴びせて、お釈迦様を恥ずかしめようと企てました。そしていよいよその日がやってまいりました。おい、お前に言いたいことがあると第一声を発したかと思うと、聞くに耐えない侮辱の言葉を次から次へとお釈迦様に浴びせかけました。お釈迦様はその男の罵声に対して一言も返そうとされずに、ただじっとね黙ってその男の言葉を聞いておられました。そこで憤慨されたのはお釈迦様に付き従っておられたお弟子たちでございます。弟子たちは黙って聞いていらっしゃるお釈迦様に対しまして、お釈迦様どうして言い返されないんでしょうか、あのように事実無根のことを言いたい放題言われっぱなしで侮辱されっぱなしで、それでもよろしいんでしょうかつってね。それでもお釈迦様は一言も返すこともなく、その男の悪口を黙って聞いておられました。言うだけ言った男の方もね、いつまでもだんまりを決め込んでおられるお釈迦様の態度に根負けをいたしまして、ついに罵詈雑言がやみました。その様子を見られたお釈迦様は静かに口を開き、その男に尋ねました。もし人に贈り物をしようとして、その相手が受け取らなかった時、その贈り物は一体誰のものになるんでしょうかと言ってね、その男に尋ねました。男はイライラをぶつけるかのようにしてね、答えました。そりゃよ、言うまでもねえじゃねえか。相手が受け取ってくんねえんだったらしょうがねえ。贈ろうとしたもののもんだろうよ。送ろうとしたものは送り主にそっくりそのまま戻ってくるに決まってるだろ。そんな分かりきったことを今更聞いてんじゃねえよ。そう答えた男はほっと気づきました。そこでお釈迦様は静かにこう続けられました。そうだよ、今あなたは私のことをひどく罵った。でも私はその罵りを少しも受け取らなかった。だからあなたが言ったことは全てそのままそっくりそのままあなたが受け取ることになるんだよとね、お釈迦様のとっさの転機と動じない心には本当にね感服いたします。つまり相手からどんな波動が放たれたとしましても、その波動を受け取らない自分であれば何も問題ない、大丈夫だということなんでございます。人から受けた影響で自分の波動が下がり、どうしても苛立って怒ったりとか苦しみから逃れられないのであれば、それはあなた自身がその人が放たれている波動をしっかり受け取ってしまったことによる、そういった影響の結果と言えます。お釈迦様の逸話からお釈迦様の処し方に学びますのは、いくら相手がものすごい剣幕で怒っていようが、罵詈雑言を浴びせてこようがね、意に返さない、受け取らないということが、つまりは相手の低い波動を受け取らないということになります。相手は怒っているなぁという状況を理解したとしましても、その言葉や態度や波動を全く受け取らないということなんでございます。ここでの大切なポイントは、低い波動からいくらネガティブなことを投げかけられようとも、自分が受け取らなければ被害者にならないということなんでございます。要は罵詈雑言を浴びせてくるようなネガティブな加害者の男と、怒られている被害者のお釈迦様という図式ではなくて、お釈迦様はただそこにおられて、その罵詈雑言を言っている男の言葉を受け流しているだけなんです。このお釈迦様の処し方の知恵はとても深くて、どんな人間関係にも応用が効く知恵と言えます。つまり自分が怒られている人にはならないということは、被害者にならない、相手の波動も受け取らないということになります。
自分に必要のないことは全部受け取らないというね、お釈迦様の不動の精神に私たちは学ばなければいけませんよね。とはいえ、私たちは感情の生き物ですし、誰かに嫌な態度を捉えたりとか、嫌なことを言われたら反応してしまうのが普通だと思います。だからこういう処し方があるということだけを頭に置いておくだけでもね、とりあえずこれは OK でございます。ということでまとめ、波動の低い人との上手な付き合い方5選、1つ目は自分は自分、相手は相手、気にしないこと。2つ目、自分の波動を上げること。3つ目、相手の低い波動を感じる感性を養うこと。4つ目、人生という舞台の主役は自分自身です。5つ目、相手の波動を受け取らない。以上5つのご提案でございました。波動の低い人は周囲に悪い影響を及ぼしていることが多いので、波動が低いことを額面通りに見ますとね、悪の化身のように捉えてしまうことがあるかと思います。でももっと人間関係を俯瞰して眺めてみますと、波動が高いからいいとかね、波動が低いから悪いという単純なものではないのかもしれません。魂という視点で見れば、主役である自分の進化の過程で波動の低いその人の存在も必要なことだったんだろうと思います。その人がいればこそ経験できた感情や人間関係の奥深さのようなものも体験することになったわけですから、大切な存在だったと言えるのではないかと思います。はい、ということで皆さんはどうお感じになりましたでしょうかね。ぜひね、ご自分の人生を照らす灯火の教えとして今回のお話を生かしていただければ幸いでございます。今回の話は参考になったよと思われたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また気づかれたことや感じられたこと、あるいはね、もっとおすすめの対処方法などありますよというね、そういったものがお持ちでしたら、ぜひコメント欄にアウトプットなさってみてくださいませね。公式 LINE へのメッセージをお待ち申し上げておりますよ。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。